石塚克彦は、日本の舞台演出家。本名同じ。画後は、カラス山。武蔵野美術学校用画科卒。日本劇作家協会会員。古美術研究で、奈良に留学後、平城系発掘に参加。シナリオライター山形優作に指示。劇団新製作座、統一劇場を経て、1983年、劇団ふるさとキャラバンを創立。脚本。 演出、美術プランナーとして、第1作ミュージカル、親父と嫁さんを、上演、文化庁芸術祭祀を受賞。1987年、第3回日本舞台芸術家組合賞を受賞。1991年、日米合作ミュージカルのメインライターとして、レイバー・オブ・ラブを、上演、日米両国ツアー、バルセロナオリンピック芸術祭に、招き調査される。 文化放送との共催でミュージカル体験塾演出1994年第1回全国棚田サミット1999年から2006年東京日本橋三越での棚田店他をプロデュース1999年棚田学会を設立棚田学会副会長全国棚田連絡協議会理事2000年 東京芸術劇場ミュージカル月間にて最優秀賞を受賞。2003年映画、走れ、ケッタマシンのェディング競争局で初監督。2015年10月27日、心不全で死去した。は、講演期間。ありがとうございます。